鹿の遠音です。江戸時代の尺八の曲なんですね。目鹿とおじくんは呼び合っている新参入国の場面の曲を借用しております。彼女の思いですかね。ちょっと即興にしてしまいましたね。久世君もちょっと独特の表現ですね。タラジョさんの気持ちを表している。終わってる感じなんですね。その中に入ってきたのがいいかなっていう感じです。洋楽に来るっていうことがある。まあね、音階はあれだけど、先ほどのオルガンのイメージでいくのはあながち間違いじゃないですね。ありがとうございました。